大蛇山は、福岡県大牟田市、柳川市、宮間市及び、熊本県玉名郡南関町で行われる夏祭り、またその夏祭りに使われる出汁の名称。大蛇山は、福岡県大牟田市とその周辺地域で行われており、他地域ではあまり見られない、独特の祭りである。大蛇が祭りに出るゆえんは、正確な文献がないが、 祇園信仰のオロチに象徴される水神竜神信仰の融合として捉えられている。大蛇さんは、オロチを模した、製作物を飾り付けた出汁に人が乗り、太鼓、繁晶などの楽と共に街中を練り歩く。大蛇の頭、尾を左右、あるいは上下に振り、花火、煙幕を取り付けて、火を吹いているように見せるところが特徴である。複数の大蛇さんが向き合う共演は、 数分間のうちに大量の花火、煙幕が使われ大きな見どころの一つになっている。また、地域によっては踊り出しや大名行列なども繰り出し、祭りを演出している。大蛇は昔からの手法を受け継ぎながら、祭り当日までの数ヶ月間、毎年して作業で和紙、竹、バラなどを組み合わせて、頭、胴体、尾をご身体として作成し、出しに飾り付けられる。 子供を大きく開いたオロチの校内へ掲げる、かませという儀式があり、かませを受けると子供たちは、無病息災のご利益があるとされている。祭りが終わる夜は、うじ子や子供たちによって、大蛇の頭、胴体、尾を崩す山崩れしが行われて、フィナーレを迎える。崩したオロチの部位は、持ち帰って、軒先に飾ることで、家内安全。 無病息災の縁起物としてご利益があるとされている。昔は、祭りの夜が明けると同時にオロチを、うじ子や勇士で崩していた。特に左の目玉が一番価値があると言われ、激しい奪い合いが発生していた。しかし、負傷者が続出したことから、戦後禁止となり、現在の方法で崩すようになった。本宮いよいよ、剣神社での山崩れ氏は、神社の前で、オロチの首を落とし、 境内に用意された炎の中に宇治古臭がそのまま引き込んで燃やすという古くからの風習がある。ありがとうございます。